2024年1月の X でのポストになります。福井県独自の罰をみんなで考えようっていうみたいな、ね、感じなポストを投稿しまして、これはですね、新型コロナですね。新型コロナでいろんなことを自粛していた時ありましたよね。あの頃に県独自の緊急事態宣言みたいなのがあったんですよね。国がやってくれないなら県独自で自粛しようみたいなやつでしたけど、コロナが一段落した今にして思うとですね、県独自ってフレーズが自虐的でなんかちょっと面白いなと思って、県独自のって言葉で何か話のネタにしてみようと考えて、作ったポストだったんですけど、このポストへのコメントがですね56件いただけまして、皆様コメントありがとうございます。結構反応が良かったと思うんですけど、このコメント全部この動画で紹介するのは、ちょっと多いので、一部面白いと思ったコメントだけ選んでみたいと思います。はい、もう一回改めてこのポストのコンセプトをお話ししますと、県独自の罰、国の法律とは別に県独自の罰則を定めるとしたらどんな罰があったら面白いかという、罰なんでね、面白がっちゃいけないんですけど、そんな真面目な議論をしようってんじゃなくて、ユニークなアイディアをというリクエストも添えましたので、実際にはありえないだろうけど、こんなのあったら面白いねっていうアイディアをコメントでいただきました。では行きます。観光客のためにカニを剥き続ける、事前講習あり、道具無償貸与と、交通安全のボランティアみたいな、そんな感じですけど、これね、どうでしょうね。お客さんですから、相手ですからね、もういやいややられると逆にイメージ悪くなりますからね。観光客に対して県のイメージが雑に向かれるのも困るしね。やるなら奥の厨房で職人さんの指導を受けながらって感じですかね。もうやるならね。そして、30分お貯金。お貯金って福井弁ね。正座って意味ですけど、30分正座制と。これもう可愛い罰だと。学校とかでやるとね、今時は体罰だ、児童虐待だと言われてしまうんでしょうが、お貯金って方言で言われると可愛い罰という印象になります。方言のね、不思議な力です。次は食べ物について。福井の名物料理を食べる時のルールとか作法みたいなものを破ってはいかんと、例えばソースカツ丼はカツを一回蓋の上に移して食べやすい量ずつ食べるとか、水羊羹だとこれ夏ではなく冬に食べるものだとか、そういう福井ならではのローカルルールを守らない人は1年間それを食べるのは禁止という罰則なんですけど、実際にそんな罰則ができるなんてことはもちろんね、ありえないんですけど、福井のローカルルールを知ってもらう目的で、都市伝説レベルね、都市伝説みたいな感じでそんな罰則があるっていう噂が流れるぐらいは面白いのかなって思います。県外移住者への罰、福井の人口がね、どんどん減っていると。これはもう福井だけの問題じゃなくて全国的な問題なんでしょうけど、県独自の取り組みとして移住者には罰を与えようという話で、現代の視点で言えばね、こんな話冗談みたいな話ですけど、この江戸時代に遡ると実際にね、脱藩は死罪って法律が日本にはあったわけですから、もう意外と笑い話じゃないです。またそんなね、法律が作られる時代が来ないとは言い切れませんが、じゃあどんな罰則を提案するかというと、引っ越し先の公共施設を何でもいいからハピとかジュラをつけるというね、要するにこの福井は幸福の街とか恐竜王国とか言って、多くの公共事業にハッピーとか恐竜とかにちなんだ名前をつけたがるんですよね。その爪痕を県外につけに行けと、福井からの資格になれっていう、もう提案ですが、無理なんです。これは無理でしょうね。トラブルのもとです。勝手に公共施設の名前変えたら、その県の人、県外の人に拒否されるだけですね。鯖江市内でメガネをかけていない人への罰則。メガネ着用条例違反で所定の期間にメガネミュージアムに出頭の上メガネを購入という、交通違反みたいなもんですね。はい。鯖江はメガネの街って言いますけど、じゃあ、鯖江でメガネ買ったら安いとか、その全然ないんですよね。割引がないなら、逆を言ってやろうと、ね。逆に取ってやろうと。
全国に悪名を轟かせてメガネの街サバエをアピールしようというわけなんですね。困ったもんです。ボルガライスかつなしの系ってのありますけど、それってただのオムライスですよね。いや、そもそもあれですよ、ボルガライスってただオムライスの上にカツが乗ってるだけ。叫んで終わりならいいですよ、まあ、ありがとうございました、お疲れ様でしたなんですけれども、罪を叫んだ後にごめんなさーいとか言ってその先があると、そこだけは監視してちゃんとね、安全にやってほしいです。もうこれいいんじゃないですか。私も小学生の息子いますんで、旗持ち当番の順番月1回回ってくるんですけど、正直危ないと感じていますもん。子供が横断しようとしているところで一時停止しない車とか、朝ね結構いますよ、しょっちゅう見ますよ。そんなの恐竜の被り物とは言わんけどね、そこまで言わんけど、もうちょっとね目立つものが欲しいなとは思いますね。まあ、この福井ならではっていうか、まあ、雪国ならではっていうかね、雪が降った次の日の会社な、特に土日挟んでの週明けの会社だと、積もった雪見て絶望的な気分になると、もう下手すると半日業務がストップしてしまうなんてことも、まあ実際あるんですけど、それをもう一人に任せようと、もう押し付けようと。いじめかつ、それも、罪があるからって言わずにね、これはもうみんなで協力してやった方がいいと思います、私は。古典的ですね、はい、罰としてお寺の拭き掃除、私はやったことありませんけど、お寺の拭き掃除にノスタルジックな気持ちになるのはこれはなんででしょうね。一休さん子供の頃見てた記憶なんですかね。あと永平寺ネタで座禅1時間とかもあります。これもね、なんか、なぜか懐かしい気持ちになります。やっぱりこれもやったことないんですけど、もう面白半分でこういうことしちゃいけません。別にね、言うほど福井県民玉子土地のカツ丼を嫌ってるわけではないと思いますが、ソースカツ丼が食べたい気分の時に玉子土地しかないと、まあ、それはさすがにショックではあるかもしれないです。で、ソースカツ丼を玉子土地にするっていう、ね、ソースカツ丼を頼んだ時にそれをされたら怒るっていうのはまあわかるんですけれども、まあ、一つちょっと思ったんですけど、新しい可能性として卵とじのソースカツ丼って作ってみたいって気持ちにはなりましたね。まあ、ちょっと新しい動画のネタいただいたと思って今度やってみましょう。他には、福井県を素通りする旅行者に通行料を払わせるとか、山賊かっても福井県山賊かっていう、迂回されちゃうね。北陸道、福井県のせいで石川や富山にも人が来なくなったら、これは申し訳ないです。はい。まあ、はい、今回以上です。今回も私のネタ振りにフォロワーの皆様、お付き合いいただいてもありがとうございます。このチャンネルが続いているのも皆様のおかげだと思っていますので、今後ともお付き合いよろしくお願いいたします。